はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。前回ね、バージョン 6.4、まあとりあえずボス倒して終わりました。なんで出てるクエストやろうか。これだね、736ミニチエのフォーリオンね。あれ、あ、そっか、戻んなくちゃないのか。イニシエのフォーリオンやって、まあ、アイテムも回収してないんでね。左上の人だね。あと、収集宝図7つあるね。まあ、これもちょっと回収。何気に飛ばないとさえ結構行きづらかったりとかするもんね。この人？あんたレクタリス様の客人じゃないか。ちょっと話を聞いてってくれよ。レクタリス様が寝具を作ってくれたおかげでフォーリオンは安全な場所になったけどさ、何か足りないと思わないか？そう、活気が足りてないんだ。安全は手に入ったからこそ、次はみんなが元気でいられる場所にしていきたいんだ。転生の園とかいうのもできて、これから頭数も増えるんだ。みんなもっと命を燃やしてガンガン行こうぜってもんだろ。そこでだ、俺が次の天使長になって、みんなの先頭に立ってフォーリオンを導いていこうと思うんだ。で、相談なんだけど、フォーリオンの有力者たちに俺のことを宣伝するのを手伝ってもらえないかな。レクタリス様の客人だったあんたが手を貸してくれるなら100人力なんだ。頼むよ。俺のフォーリオンへの思いを汲み取ってくれたか、ありがとう。今から俺のことを宣伝してほしい。有力者の名前と居場所をメモを書くからちょっと待ってくれよ。はい。パシエル。じゃあ早速このメモの順番に沿って宣伝に回ってきてくれ。まずはキルプスさんのところに行ってくれるか。キルプスさんはセーラの研究にいらっしゃるからな。フォーリオンが活気ある場所に生まれ変わるかはあんたにかかってる。パシられんだね。まあ、宝もね、ちょっと回収したいところですけどね。まあ、あんま遠いところだったらカットして、まあ、そのカット中に回収しようか。これだ。いかにも私がキルプスだ。む？私に話があるだと？はい。ふむむ、あのパシエルが次の天使長になってフォーリオンを盛り上げていきたいと？もしパシエルが天使長になったら、どんな方針でこの地に導きでいこうと考えているか聞かせてくれるか？ガンガン行こうぜ。そう、皆が生まれ変わるようになった今、ガンガン活気のある都づくりに励むべきだ。私と同じように考えている者がいるとは。それにレクタリス様の客人であった君が推薦してくれるならば間違いはないだろう。私でよければ君たちの助けになろう。僕応援してるよ。はい、パシエル、次によるとシグルフという天使のところのようだ。西の訓練場にいるだって。西の訓練場、まあちょっと遠いね。あ、まあアイテムちょっと回収してあそこ行っちゃうね。はい、シグルフ、これだね。まあアイテムちょっと全部回収してきたんだけど、違う、これか。あ、違うな、収集、ん、これだ、入手済み、ね、こんな感じでしたね。無限魔王の勲章とかあったわ。まあ光もんだからね、探してればあるでしょ。パシエル、今はそれどころじゃなくてね、どんな話も聞きたくないんだ。弟からもらった大切なナイフを、これなんだ、使うってなんていうの、あれ、
隊としてナドラガンドの混沌に行った時に落としてしまってね。見つけてくれる人がいたらいいのだが、レクタリス様の使命が終わった今となっては誰もあんな危険な場所には行かないだろう。竜の断崖で休息なんか取らなければ落とすこともなかっただろうに、放っておいてくれ。はあ、なんとナドラガンドの混沌、ここって何、飛び立つってできんの？できないよね。ああ、竜の断崖あそこだね。遠いんだか遠くねえんだかわかんないんだよな、ここな。ダースドラゴン。でっかいダースドラゴン強かったね、ダースロードね。竜の断崖ってここの上のこと言ってるの？あったあったあった。見事にパシられんな、本当に。はい。これは私のナイフ、あのナドラガンドの混沌でこれを見つけてきてくれたのか。このナイフだけが唯一残された、家族との絆だったから嬉しいよ、本当にありがとう。それで何か話があってわざわざ私のところに来てくれたんだろう。何でも聞かせてもらうよ。はい。天使長になってフォーリオンを盛り上げていきたいか。パシエルの熱い思いは伝わったよ。何よりもこのナイフを拾ってくれた恩人である君からの推薦だ。必ず叱れないと約束しよう。はい。アリスエルという天使のところだって。地味に遠いよな。隙間行けないのこれ。あそこだね。怪我をした天使に向けた補助器具を作っておるがどうにもうまくいかん。あとちょっとのところなんだが、とこしえのゆりかごにいた頃はこんなことは苦労しなかったのに。あ、スライムみたいにプルプルとした。何これ。これ難しいよね。ゆるい衝撃剤があれば。でも、スライムなんてフォーリオンにはいないからな。そうだ、お前さん。これだからこれなんて読むんだって。ゆるいってなんて読むのあれ。ゆる商材なりそうなゼリー状の素材を何か持っていたら渡してくれないか。スライムゼリー売っちゃったな。マジか。これはスライムゼリー。そう、この絶妙なプルプル加減が器具にかかる衝撃をうまく和らげるんだよ。ヨムはフォーリオンでこれが手に入るとは思わなかった。普通に言ってたけどね、フォーリオンでね。正直諦めかけていたが、これでようやく試作に着手できる。それで何の用だったかな。俺に話を聞こうじゃないか。はい。天使長になってフォーリオンを活気ある場所にしたいとな。私もそうなることを願ってるよ。
素材をもらった借りは返さんとな。パシエルとお前さんのことは覚えておこう。はい、パシエルのところに行こうと。遠いんだか遠くねえんだかわかんねえよな、ここな、本当に。ただのパシリだね。もっとまともなクエストが多分追加されてんじゃないかなと思いますけど。はい、もっと。はい、帰ってきたか、どうだった？うまくいったか、ありがとう。これはもう次期天使長の座も目の前だな。俺には何の奴隷もないけれど、昔孤児だった俺を育ててくれた村長が治めていた村の明るさが大好きでさ。こっちに来てからみんなずっと思い詰めた顔してるし、俺も村長みたいにみんなの引っ張って元気にしたいんだ。最後にもう一つだけ、確実に天使長になるにはこれでも決め手にかけると思うから、ナドラガ様の協力を得たいんだ。あの方の協力を得られたら万石だ。そこで贈り物をしたいんだが、あんたの手からこれを渡してくれないか。そこありがとう、恩に切るよ。堅物のあの方でもレクタリス様の客人だったあんたからなら無下にはしないはず。豪華な菓子折り。ナドラガ様は常しえの神殿の女神の、なんだっけ、神グラツだっけ、これ。ね。難しいよね、日本語はね。ポッコか、何か我に用でもあるのか。はい。我がそのようなうさんくさい贈り物を追いそれて受け取るわけがなかろう。そもそもだな、まだ公式には発表されていないが、レクタリスには遺言に自分がいなくなった後の始末を残している。レクタリスの遺言によれば、次期天使長は優れた実績を上げた天使を候補者として選び、その後選挙を行うようにとのことだ。我らはレクタリスの意思を尊重し、この方法で天使長を選ぶことにするつもりだ。そういえば貴様はレクタリスへの助力の件も去りながら、どういうわけか信徒の有力者から評判がすこぶる高い。貴様さえ良ければ次の天使長の候補者として選定しても良いと思ってる。どうかな。辞退する。そうであろうな。残念だが、未来に生きる貴様を天使長としてこの地に引き止めることはできまいよ。何せよ天使長に選ばれる者は自分の力で何かを成し遂げた者に限られるのであろうな。言いたいことはそれだけだ。さあ貴様にその菓子折りを持たせた者のところへ戻るがいい。ね、今自分の力でやりなさいってことよ。自力でもね、限界はあるからね。贈り物は届けてくれたか。ナドラガ様は喜んでくれたか。どうだった。はい、え、それはないぜ。ナドラガ様のためにこんな豪華な箱に俺の特製焼き菓子を敷き詰めたってのに。こっちはもう次の天使長は俺だと思って、就任する時の挨拶までバッチリ考えてたんだぜ。それなのに実績を上げた天使から選挙で決めるなんて、そんな。でもレクタリス様の遺言じゃ仕方ないな。まずは地道にコツコツ実績を作って次の天使長を目指すか。それに最終的に選挙で選ばれるなら、あんたに手伝ってもらった宣伝活動もあながち無駄ってわけでもなさそうだ。今まで手伝ってくれてありがとうな。これはお礼だ。ほい。すげえパシられたね。よし、落ち込んでもいられないな。手始めに尊敬する村長に習ってみんなの憩いの場になる公園でも作ってやるか。ね、ということで、もう一個追加されたよね。神代の遺構入り口。それをやったらとりあえずは後日クエストは全部終わりか。
なんか地味に遠いとこにいるな、これ。この回廊に設置されている5つの石板はご覧になりましたか？何やら文字らしきものが記されているんですが、解読が難航しており、その内容は未だ解明されていません。唯一わかっているのは、石板はいつとも神話の時代から存在し、この場所に移築されたということだけ。これらの石板の解読は私を含め歴史好きの天使たちの間に長年にわたって立ちはだかっている難問なのです。ん？ああ。そういえばあなたが神話の時代に解き当たりしたという噂を耳にしたんですが、本当ですか？もし本当なら神話の時代のホーリオンに行って石板のことを調査してきてくれませんか？なんかあったな、でっかいの。ありがとうございます。ああ、ついに5つの石板の謎に光明が見えてきたぞ。あなたの調査で驚くべき真実が明らかになるかもしれません。さあ、神話時代へ行ってきてください。神話時代に行ってきてください。乗ってんのに羽生えたの。だから、なんか横にあったような。これじゃないの？あら、あなたもその石板に興味がおありですか？でしたら少し私とお話ししませんか？いつの石板を探しているんですか？フォーリオンに設置されている石板は見ての通り2つだけですよ。先日までこの2つの石板には何も書かれてなかったんです。それなのにある日突然片方の石板にだけ見たこともない文字が現れたんですよ。そういえば石板に文字が現れた後、エルドナ様が何も書かれていない石板の前でため息をついているのを見かけました。石板について知りたいんでしたら、トコシエの神殿にいるエルドナ様に話を聞いてみてはどうでしょうか、ということで。ね。あれ何なんだろうね。まあこれはちょっとね、宝探してる時、なんだこれと思ったのはあったから、後で何かあんのかなと思ったけど、このパートでまさかと思わなかったね。ああ、どうしましょうどうしましょう、困ったんだわ。ボコ、私今ものすごく忙しいの。何か用があるなら手短にお願いするんだわ。はい。石板内容を知りたい？教えられぬものならそもそもこんな事態になってないのだわ。ああ、なんてことでしょう。私の大切な人形がどっかに行ってしまうなんて。もちろん私は風を読んで何度も探したんだわ。でもエルトナの混沌の方にかすかに気配を感じるだけで正確な位置まではわからないんですの。ねえ、お願い、ボッコ、私の人形を探してきてくださらない？見つけてくれたらあの石板が何なのか教えて差し上げるんだわ。ひょっとしたら若葉の精霊も人形の気配を感じているかもしれないんだわ。封じの大地の世界樹を調べて若葉の精霊に話を聞いてみてくれるかしら、お願いだわ、ということで。封じの大地、いいね。過去はどこでも飛べっからね。お前のことは覚えてるだわ。折に何か用があるみたいだわ。話してみるだわ。僕はエルドナ神の人形がどっかに行ってしまい、エルトナの混沌に気配を感じるらしいことを話した。少し前からこの地に力の乱れを感じられたのはそういうことだったのだわ。おいも詳しい場所まではわからないだわ。でもこれならこれを持って探すといいだわ。精霊の枝葉。エルトナの混沌でそれを大事なものから使って振るうだわ。周りの精霊たちが人形の気配する方向に枝葉をなびかしてくれるだわ。人形が見つかるように祈ってるだわ。マジか。じゃあまず使ってみて、なんかパシリクエスト多いな。南東の方角にたなびき出した。
南東の方角ってさ、ここで振ったらどうなるの？南東だからまあ右下だよね。そりゃそうだよね。北の方角。北西。ここの上だな。完璧に。南東？南の方。え、南？え、この下行けんの？え、どういうこと？は？え？南ってだってこっちだよ。南東。え、あそこの下で合ってんのか。じゃあ少女がエルドラ市に置いていた人形だろうか。はい、連れてってみよう。なんだそれ、見えないってなんか今回パシリだったね。私の人形を見つけてくれたのね。さあ早くこっちへ。はい、無事でよかったわ。もうどこにも行っちゃダメですのよ。え、エルトナの混沌でこの子が突然姿を現した。この人形は私が作ったんだけど、実体が急須で私のそばから離れると存在が不安定になってしまうの。とにかく見つけてくれて助かったんだわ。その精霊の枝葉は私から若葉の精霊に返しておきますわ。はい、それでイニシエホーリオンにある石板について知りたいんですよね。約束通りこの子を見つけてくれた俺に教えて差し上げましょう。実は私と兄様は母様からある重要な使命を授かっているんだわ。あなたやレクタのおかげでシング創生の儀は成し遂げられ、死せる天使たちの魂も転生させることが叶いました。そしてようやく私たちの本来の使命を果たす準備が整ったんです。その使命とはズバリ種族性創造、え、創造なのだわ。うん、驚いたでしょ。あの石像は、石像じゃねえや、石板は種族創造の設計図を残すようにと母様から私と兄様に一つずつ与えられたものなの。兄様は早々に使命を達成して石板に兄様の眷属竜族の設計図を記したけど、私は当分書けそうにないのだわ。だって私が種族として作ったこの子は見ての通り心を持たない状態で生まれてしまったんですもの。前途多難なのだわ。はい、石板は種族創造の設計図を記すものだと分かったので、ホーリオンの外郭にミラリに報告しよう。ようやくですね。まあこうやっていけばね、いずれ埋まりますんでね、家庭レベル上がるしね。あとこっから24上げなくちゃない。1回1レベル上げるの200万ぐらい必要だよね。ね。でことは2400万貯めなくちゃないの。もう先が思いやられますね。
まあ当分ガーディアンでやっていこう。勝手にレベル上がるでしょ。お待ちしてましたよ。神話の時代に行ってきてくださったんですね。5つの石板について何か分かりましたか？はい。何ですと？石板はエルドナ神とナドラガ神が記すべく、女神ルテアナが与えた種族創造の設計図。ということは、現存する5つの石板は5つの種族の設計図ということか。きっとそうだ、そうに決まってる。まさかこの石板が神々の遺産だったとは。何たる真実。このことを知ったら皆驚くぞ。と、失礼しました。あなたにはお礼をしないといけません。どうかこれを受け取ってください。やったぜ、ね、え、まあ、ここからもつながってるっていうことだよね。石板の正体が明らかになったことで、これから内容の解読が進むでしょう。そうなればどの石板がどの種族の設計図を記しているか解明される日も遠くありません。調査してくださって本当にありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。はい、ということで今回ここで終わりたいと思いますね。あとは10周年クエストあるんで、まあ前やりましたけどね、まあ追加されて、まあこのバージョン 6.4 が出る前に追加されてるんですけどね、まあ今やってないんでまだ、それもやっていきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。